ハートニング2のレッスン3パート2です。Let's find out what exactly Copenhagen has been doing. Let's find だから、まあ、見つけましょうってことやね。Find out、探し出す、見つけ出すってことね。で、what って聞くから、なんとかなことっていうふうに訳したいな。書いておきます。何々な。まあ、ものとか、ことやな。を見つけましょうってことです。Exactly Copenhagen has been doing、主語動詞ってきてますからね。ホワット主語動詞の話ですな。主語が動詞したことです。だからコペンハーゲンが has been doing、してきたことってことやんな。いう話です。まあ、exactly は、まあ、正確にみたいな意味ですか。まさにとかさ、これね、正確に厳格にちょうどまさしく、まあまあ、正確。まさにでいっか。ね。exactly. これはまあ、副詞ね。まさに。で、後ろだから主語動詞ってきてます。what 主語動詞っていう形の。主語が動詞してきたこと。まさにコペンハーゲンがしていることか。まあ、完了形。現在完了進行形か。し続けていることって感じかな。し続けていることを find out。まあ、見つけてみましょう。見てみましょうぐらいな感じでしょうか。場合ね。で、その次。to begin with。これは、初めにです。初めに、最初にってことな。初めに、let's look at the green wave。グリーンウェーブについて、見てみましょうと。何ですか、グリーンウェーブっていうのは。まあまあ、行きましょうか。あとで説明あるでしょう、どうせ。As long as cyclists maintain a speed of 20km per hour. As long as なんとかで、何々な限りってことね。よいしょ。何々な限りです。だから、サイクリストが、まあ、メインテイン維持するってことなんだから、なんて、自転車乗りって言ったらいいですか？ね。自転車乗りが、なんとかを維持する。後ろ見てみましょう。スピードオブ 20km per hour。パーアワーってことは1時間ごとにってことや。ね、だから、20km per hour な。この車線、パーっていうふうに読めるけど、まあ、要は時速ってことですよ。時速20キロのことです。時速20キロのスピードを維持する限りってことやな。The traffic lights are The traffic lights are green all the way during rush hour on major bicycle routes か。ルートですね。traffic light、traffic が交通のや。いや、交通の、光ってなんやねんいう話だけど、これは当然あれね、信号機です。traffic light。信号。信号は、人弁でよかったっけ？こうやった？な信号が are green、all the way ずっと青やでってことですか？ってこと ？During rush hour ラッシュアワーの間ってことや。On major bicycle routes 主な自転車道路でってことやな。メジャー主なってことですか？主な自転車の道路ルートのことね。道路で、のラッシュアワーの間、通勤ラッシュとか言うやん。ね、ラッシュアワーの時間帯の間は、all the way ずっと全ての道ってことやから、green だよってことですか？どういうことでしょうか？まあまあちょっと先行くか。are green all the way そうやな。全ての道で緑なんだよ。during、まあ、一応言うときましょうか。 during 何々の間っていう前置詞な。これ前置詞で、何々の間っていうふうな意味です。で、後ろちょっと見ときましょう。The road signals are operated simultaneously. いや、ちょっと知らんわ、これ。あ、ちゃうわ。サイマルテイニアスリーや。わかったわかった。久しぶりに見たわ。なんて意味やったっけ？サイマルテイニアスリーですね、これ。意味がですね、同時に。はーい。サイマルテイニアスリー。
同時にという意味でした。同時に with the movement of the cyclist、自転車乗りの、まあ、ムーブメント動きですねと同時に、道路の、まあ、シグナルズ、信号でいいですねこれもねっていうのがオペレートされ操作されてきましたということですか。ってことはつまりあれか、その青から赤になったりはもちろんすんねんけど、時速20キロの走行スピードを維持しとったら常に青に変わったタイミングで横断歩道を渡れるみたいな感じだ。ノンストップで行けますみたいな、たまにあるやん、このうまいことこう信号がパッパッて切り替わって、わ全然止まらんといけたみたいな、あれが起こるってことかな。自転車でだから時速20キロを維持しとけばそういうことが起こるってことかな。だから全ての道でずっとグリーン、信号がねずっとグリーンなんだよ、青なんだよと、そのラッシュアワーの時間帯はってことか。すごいな、いいねそれね。だからその道の信号っていうのは、その自転車の動きと同時に操作されてましたと。だからそれに合わせてぐらいな感じやな。だそうです。で in the past、過去にはってことやな、かつてはぐらいな感じにしましょうか。 past は過去やから、過去においてってことやからな。かつては、there was traffic congestionコンジェッションって何？渋滞、混雑。混雑、コンジェッション似てますね。じゃあ、渋滞でいっか。よいしょ。渋滞。タイはサンズいるんやったっけ？こうやな。渋滞があったよと。かつては渋滞がありました。Because なぜなら、people were cycling at different speeds.さまざまなスピードで、人々が自転車を運転というか、自転車乗ってたから渋滞が発生してましたよということです。遅い人もおれば早い人もおってなんかこう詰まってまうねんな。でそういう風に渋滞が発生しとったんやで、かつてはってことや。 Now 今や Everyone cycles at the speed of 20km per hour。 すごいねこれね。今ではみんなが時速20キロでのスピードで、自転車を運転してると。すごい。時速20キロどれぐらいですかね。ちょっとメーターつけてないとわからんけどな。で、コンマビッチ来てます。ちなみにそれはって感じかな。そしてそれはとかいう感じです。これも前半は別になんかいいですか？いいですね。コンマビッチっていうのは、そしてそれはとか、ちなみにそれはっていうふうな役。ちょっとまあ後ろ見とこうか。コンマ来て、which is a fairly rapid speed ですか？フェアリーは、かなりってことですか？フェアリー。まあまあ、結構かなり。そうやな。フェアリー、かなり、ラピッド、急速な。早いってことね。早い。スピードってことな。ちなみにそれはかなり早いスピードですってことや。だから、ちなみにそれはにしといたらいいんじゃん、これ。ちなみにそれは20キロそんな速いんかな。なんか、まあ、大体普通の自転車の速度が15とかなんかちょっと知らんねんけど、だってバイクで原付きやったら一応時速30キロが制限速度やろ。よりもちょっと遅いぐらいな感じか。まあまあだそうです。かなりだから速いスピードってことだかな。So, だから、there is no traffic congestion ですか。渋滞ですから。there is no なんちゃらってことは、何々がないっていうふうな表現ですからね。there is が何々があるやから。何々がこれでないってなります。ない。で、普通の否定文の there is not と違って、no 入ると、全くぐらいのイメージですね。全く渋滞が起こらないんだよってことや。当然この層はだからって訳してよ。文頭のな層はだいたいこうやってだからって言うとくといいわ。だから、交通渋滞が全く起こらないんだよという話が。で、その次、It's true that some cyclists would rather go faster。 ざっと以下のことは事実ですということですね。It is true that っていう表現、よいしょ。これはこれあれな、it that 構文って言われるんですな。it の内容が仮の主語で、that よりも後ろが
実際のまあ主語になるんですけども、ざっと以下っていうことは真実だよってことや。だからまあなんとかかんとかとも言えますみたいな感じかな。ちょっとまあ後ろ見ましょうか。先にサムサイクル室、何人かの、まあまあ何人かのっていうかなんちゃらな人もいるか。この場合サムから始まってたら何々な人もいるや。なんとかかんとかな、サイクリスト、自転車乗る人もいますよと。ウドアザーで、何々よりもむしろ何々みたいな感じやな。むしろなんとか。まあまあ、ええか。ちょっと待ってよ。一応見とこうか。ラザー。むしろ何々みたいなやつやろ。そうやんな。B よりはむしろなんちゃら。あ、これ、ウドラザー。むしろ何々したい。何々した方がいい。まあ、何々したいでいっか。むしろ何々したいって書いてた？さっき。そうやな、ね。むしろなんちゃらしたい。で、行きましょうか。ここね。ウッドラザーで。むしろなんとかしたいです。ウッドラザー、go faster。より速く走りたい人もいると。しかし、but they can be a danger to other cyclists。それらは、彼らは、can、この場合はね、できるじゃなくてね、なんちゃらの可能性があるみたいな方がいいね。They can be a danger、危険になることもあるよと。To other cyclists、 他の、自転車乗る人に対してってことや。この to は矢印の to やで、前置詞の to な。よいしょ。誰々にとか、さっき言ったみたいに何々に対してみたいな。矢印の先が、other cyclists に向いてる感じ。Okay。だから他のサイクリストに対して、危険になる可能性があるということですね。一応書いておこうか、このキャン。できるではなく、何々な可能性がある。可能性があるっていうふうな訳がいいと思いますよ、ということね。ということなんで、まあ、とりあえず一回このザットの中は、このコーマここあったな。ここで一回切ったらいいわ。だから、何ですか？むしろ、より速く走りたいっていう風な自転車乗る人もいるのは確かですと。It is true that やからな。というのも確かです。何々も確かって書いておこうか。何々も確かである。いや。そういう風に速く走りたい人もいるのは確かですが、彼らは、他の自転車乗りに対してちょっと危険になる可能性があるよということですね。で、コンマ来て、まあ、補足情報でしょう。後ろ、エスペシャリーって来てますから。よいしょ。ここからね。ここですね。エスペシャリー、特に、during ラッシュアワー。ラッシュアワーの時間帯の間は特にですよってことや。うん、で、the green wave。あ、だからそういうことのグリーンウェーブか。ずっと信号青になんねんでっていう意味のが、このグリーンウェーブっていうシステムだよな。で、the green wave makes them travel。この make は make AB の形やな。ちょっと待ってよ。make them travel at the safe speed ですか。ほな、刺激の make か、これ。させるやな。あ、ごめんごめん。なんか、ぐちゃってなしだ。make。これ、刺激動詞ってやつやわ。人に何々させるって意味です。で、その場合、ここの、部分刺激動詞やからこいつはね動詞の原型が来るんですよ。動詞の原型が来ますよ。だから to 不定詞とか、ing 形にならないのは、この前に make っていう刺激動詞を使ってるからだよってことや。人に何々させるやから彼らにトラベルさせてるんだよってことです。トラベルはねこの場合旅行じゃなくて移動とかの方がいいと思いますね。よいしょ。要は自転車で、走ることです。移動ですか。at the safe speed、安全なスピードだよね。そのグリーンウェーブっていうその政策というかシステムですかっていうのが人々を安全なスピードで、移動させてるんだよということです。ね、速いスピードで行っちゃうと信号に差し掛かった時に赤に変わっとって止まってしまうみたいな、ね、走って止まってを繰り返してしまうけど20キロっていうスピードをみんなが維持すれば、うまいことをずっとノンストップで通れますよっていうことやから、そのスピード、安全なスピードっていうのを、で移動させることにうまいことこう、なんていう、貢献してるというか、ことができてるわけよね、これのおかげで。で、because、もちろんなぜなら、if they go too fast、もし彼らがめっちゃ速く走ったらってことだね。
to はこれなんちゃらすぎるって意味な。何々すぎるです。速すぎるスピードで走ったらってことや。They'll get catch at a red light。まあ、今まさに言うた通りやな。They'll get catch は、じゃあコートな。コート、キャッチの過去形な。キャッチ at a red light。赤信号に捕まってしまうでしょうということです。Okay?だから、まあ、ここから、なんか、無駄にこんな記号を使ってまうけど、別にあんまり意味ないで。このまとまりを示すだけね。こうですね。で、ここコンマ来てます。あー、ごめん。ここコンマ来てますから、ここで一回 if の説作ったんやもんな。because、あ、だから because の後ろからの方がいいか。because 接続詞やから、こっから文章また始まりますよや。で、こっからここまででワンセットの文章や。なぜなら、もし彼らがめっちゃ速く走っても、走っても、彼らは赤信号で止まってしまうだろうということですね。それが理由だよ。だから、みんな安全なスピードで、移動せざるを得ないというか、移動させるようになってんだよと、そのグリーンウェーブっていうのは。ということね。で、その次。The green wave ensures that that 以下を確実にさせるっていうふうな意味だったね、確か。ちょっと一回調べといていい ?ensure。合ってると思うんだけど、そやね、確実にするや。that、この that は接続詞の that ですよ。that 以下のこと、前が動詞記号からな、を確実にするです。ensure 何々を確実にするですね。よいしょ。グリーンウェーブっていうのは that 以下のことを確実にしてくれてるんだよと。何を言ったら、everyone cycles at the safest speed without scary sacrificing か、efficiency ですか、はい、ここまでがざっと説の中やでと。ざっとの中は主語動詞で来とうからな。everyone が主語で、cycles これが動詞でいいでしょう。みんなが、自転車運転するってことや。自転車乗るってことね。at the safest speed 最も安全なスピードで、自転車に乗るっていうことやな。 without は何々なしでです。前置詞の何とかなしでって意味です。何々なしで。で、前置詞やからこれ後ろほら、sacrifice かな。これ ing 形になっとるのは、同名詞やからな。前置詞があるからこれ ing 形になってんねんで、言うて。前置詞の後ろは名詞しか来れへんからな。だから動詞を無理やり名詞に変えなあかんから。ing になっとるのはそういうこと。OK。だから、何ですか？エフィシェンシー、効率かな。効率を、サクリフェイスは犠牲にするやから、効率を犠牲にすることなく、スピードを安全な、最も安全なスピードで、運転するように確実にさせてるんだよということですね。はい。だから効率悪くなってないしってことや。効率が悪くなってないし、しかも最も安全なスピードでさせてるってことな。そういう意味でのこの without、sacrificing か、efficiency。効率を犠牲にすることなく、スピード、最も安全なスピードで運転させてるんだよ。ということですね。はい。ということで、これでパート2ですが、が終わりやね。はい。お疲れ様でした。